皆さんこんばんは、すいません、ありがとうございます。大晦日、2017年ももうあと2時間で終わろうとしている時にすいません、たくさんの方ご参加してくださいましてありがとうございます。すいません、ありがとうございます。感謝しております。はい、こんばんは、ありがとうございます。すいません、先週のクリスマスイブと今日の大晦日はゲストの先生は前でに招いていませんので、私一人の配信になりますが、すいません、先週は急遽三浦小太郎先生が、はい、20分ちょっとぐらいお話ししてくださいましたが、今日はもう多分私一人だけだと思います。はい、ありがとうございます。皆さん、あ、はい、年越しそばを食べながらと、はい、召し上がってくださいね。まだ紅白も続いていますからね。はい、どうぞご家族団らんの方をご優先してください。はい、こんなにたくさんの方が、ありがたいですね。すみません、お気遣いしてくださいまして、ご参加してくださっていることに感激しております。ありがとうございました。あ、そうなんですね。はい、そうですね、たくさん皆さんコメントでいろんなお話を、コメント欄でしてください。2017年、拉致問題のツイキャスは、毎週日曜日の、10時からスタートしてるんですが、毎週日曜日は必ず配信させていただくということで、2017年の始まり、元旦が日曜日だったので元旦から配信をしておりました。すいません、ちゃんと数えればよかったんですが、そこから数えて、計何回になったのかちょっと分かりませんが、一週も、休むことなく日曜日毎週ツイキャス配信をさせていただきました。いろんな、はい、本当にいろんな有識者の先生にご出演していただきまして、拉致問題への思いとかですね、はい、日本にとって今何が足りないかと、何を取り戻すべきかというような大切なお話もたくさん、あ、そうなんですね、53回、そうなんですね、ありがとうございます。はい、あ、ありがとうございます。はい、そうですね、休みなしで毎週配信しました。ツイキャスだけではダメなんで、はい、そうですね、高谷さん、継続は力なりと、はい、この高谷さんって方、ついでもの、はい、初めにね、このついでもで、ね、ハッシュタグつけて、拉致被害者は全員奪還というふうに、ツイートをして、みんなでこう、拉致問題の関心をツイッターから高めていこうという活動を最初にしてくださった方です。あ、52回ですか、すみません。はい、そうですね、元旦の前の9月からスタートしてたので、多分もう60回か70回ぐらいになりましたかね。はい、その時から毎週日曜日、10時からということで、配信はやめないで頑張ってきました。その中でたくさんこう初見の方に来ていただいたり、いろんなコメントでお力もいただきまして、本当に皆様、ご参加していただける皆様のお力で支えていただいて、今日まで今年最後のこのツイキャスもできたと思います。本当にありがとうございました。本当に感謝しております。ありがとうございます。今日は大晦日ですね。皆さんこの後は除夜の鐘とか
月に行ったりとか、まだ年越しそば食べてない方は召し上がったりされますか？12月になってからちょっと私は、とうとうもう師走だなということで、今年中の解決が難しそうだということを感じたと同時に、増本留美子さんのお母様、信子様が亡くなられたりですね、拉致問題について本当に熱心に心身ともにご尽力されてきた萩原亮先生が亡くなられたりですね、ちょっと心が沈むことも多かったんですが、支援者よりもね、ご家族とか被害者の方の辛さを思うと、そんなこと言ってられないなという気持ちで奮起して、どんどん呼びかけていこうと、皆さんと、はい、一緒に共にツイキャスっていうこのツールも使って、またですね、よかったら実動とかですね、署名活動とかもぜひご参加ください。来年もこの国民の声で必ず拉致問題を解決するんだという国民の声を上げていくことは、政府の背中を押す 大切なことの原動力になりますので、はい、世論というのはね、本当に大切ですから、よろしくお願いいたします。ちょっと話題を変えましょうか。読売新聞さんが今年の重大ニュースを発表されてましたが、皆さんの重大ニュースっていうのは、何だったでしょうか、今年。読売さんのね、1位はね、もうなんかね、1位から10位全部見ていくと、あ、私とは全然違うんだなっていうふうに感じたんですけど、23日に発表になったんですが、皆さんご覧になられましたか？そうですね、ダッカンキャスのいつも運営告知動画作ってくださってる月さんがですね、今年の4月の3日に脳内出血で笑ったらダメですね、笑ってるわけじゃないんですけど、救急車で搬送されるという本当に大変な命に関わるような大病を患いまして、もう本当にその時には心配しましたが、今かなり回復されております。頑張ってリハビリもされております。はい、ありがとうございます。あ、盛りかけでね、国債が停滞したこと、そうですね、それはね、その10位内にも入ってたんですけど、やっぱり1位とかではないんですね。一般の人はやっぱりあまり政治に興味がなかったですね。マクロミルの調べでしたら、政治の1位は豊田真由子さんの暴言だったんですよね。ちょっと言いにくいですけど、ハゲーとかですね、叫んでた、あれがね、政治の1位でしたね。あ、そんなもんなんだな、一般の人ってっていうふうに感じましたね。どうでもいいですよね。はい、小池劇場とかですね、衆議院選とかですね、あ、そうですね、私もそうですね、もう北朝鮮の核開発とかの、このミサイル、たくさんね、撃ってこられたっていうのが、あ、そっか、あ、今年はフェイクニュースですか。なるほど、トランプさんのね、大統領1月でしたね。いや、でもね、その方たちも有権者なんですよね。2017年日本の重大ニュース、
北朝鮮は1位じゃなかったですね。あれだけ J アラートとかになって騒いだのに、1位はこの14歳の棋士の藤井四段、29連勝の新記録でしたね。で、2位は何だったか分かりますか、皆さん。2位はね、天皇退位特例法が成立、19年4月末退位、5月改元へと、これね、特例法の名前がね、天皇退位特例法になってるんですよね、上位じゃなくてね、はい、まあ、陛下が、上位されるということで、ね、最後は陛下は上皇様になられます、皇后様は上皇后になられます。何ともね、なんか寂しいですが、まあでもね、ゆっくりお体を休められてはどうかなというようにも、まあ、親民としてはお体のことも気になりますので、はい、そうなんですね。でもね、残念ながらね、参議院とか本会議とか、そのいろんなところで可決成立した法律の名前は天皇退位特例法になってるんですね。そうなんですね。生前退位っていうのは皇后さまがものすごくショックを受けられていましたね。その後マスコミ各社も生前という言葉はなくなりましたね。はい、あ、これはね、読売新聞の重大、2017年日本の重大ニュースです。はい、世間はこういうのがね、まあ1位が藤井四段と、2位が天皇陛下のご上位、そうかっていう感じでしょ。で3位がですね、まあ喫緊だったってこともあるんでしょうか、こちらです。横綱春馬富士が暴行問題で引退と。はい、これはもうつい最近までずっと、テレビのワイドショーをはじめね、ニュースはこればかりでしたね。あ、なるほどね。はい、新馬さんが今書かれてますね。武田恒康さんが怒っていらっしゃったと。はい、そうなんですね。こういった感じで、でまた皇室のニュースが4位でした。分かりになられますか。はい、秋篠宮家の長女眞子さま、はい、鵜籠室圭さんとの婚約内定のご発表ということで、こちらが、4位でした。そうなんですね。陛下の、ね、ご上位が、ね、1位にならないんだなというふうにも思いましたね。まあでも、ね、14歳の方がね、そう、あれだけ頑張ってらっしゃるということももちろん応援したいなと思うんですけど、国民の関心っていうのはこういう感じなんだなということが、わかりますね。まあでもね、そうですね、朝日じゃなくて一応読売にしたのは、こう、なんていうんですかね、一応中道ということで読売さんから持ってきたんですけど、はい、5位が、こちらですね。私はもう、まあ、世間っていうのはこういう感じなんだなということを分かって、はい、衆院選で自民圧勝、立憲民主が野党第一党にというのが、読売新聞の2017年日本の重大ニュース5位でした。はい、この後はもう読み上げていきますが、6位が桐生祥秀選手、東洋大のね、はい、10秒の壁を切ったということで、9秒98日本新記録樹立ということで、 100m 走で 10秒の壁を破って9秒98新記録出されましたということです。で7位が神奈川のザマのアパートで、たくさんの方がね、ご遺体が出たというニュースでしたね。
9人のご遺体が出ましたということです。で8位がですねパンダなんです。上野動物園のパンダに、シャンシャンっていう赤ちゃん、まあ、赤ちゃんの名前がシャンシャンになりましたっていう、はい、まあ、これがね重大ニュースに入ってくるんですね。で9位が森友家計問題、内閣支持率 急落です。で10位が稀勢の里が第72代横綱に、これが重大ニュースでした。こういう感じなんですよね、はい。で他にも県外になっているのは、ヒアリの国内初めて確認とかですね、あとは世界フィギュアで羽生選手がフリー世界最高得点で、逆転勝ちしましたとかですね、あとはそうですね、プレミアムフライデーの初実施、沖ノ島が世界遺産に、安倍首相が2020年の憲法改正目標表明、これね26位なんです、テロ準備罪法が成立、これは29位です。結構ね私とは違うんだなというのが結構感じましたね。はい、皆さんはどうでしたか。意外とね陛下のねご叙意は1位でも良かったんじゃないかなと思ったり、まあ、そこも何回も言うのもなんですが、はい、よかったら皆さんの今年最大の関心というかですね、ご自身のことでもいいですから、あ、なるほどね、次のパンダが生まれたら名前はチベットにしようとなるほど、はい、そうですよ、相撲にパンダに盛りかけに、こんな感じですね世間ってね。分かりやすいのは結局テレビがやったことなんだなというのが分かるんですよね。テレビがたくさん放映したものが国民の関心事になるんですね。そうですね、ワイドショーですね、お昼とか朝の、そこにこうたくさん流れてることが一般の人がこう見てたら、これが世論の関心事だっていうふうに感じるんでしょうかね。またネットの方の話題と全然違います。本当ですよね、北朝鮮の漂流船どれだけ流れ着いたかですね。はい、三尾先生のね衆議院議員の当選本当に嬉しかったです ね。テレビの影響も落ちてきたんですが、まだまだそのどうなんでしょうね、新聞の購読者イコールテレビの視聴者みたいな感じでしょうか。そういう部分もあるかもしれません、若者の方は新聞もあまり読まれてないかもしれないですね。ネットで情報を拾ってるかもしれないですね、もうすべて。そうですね、世論調査、一種の指標程度もそうなんですけど、まあ、この拉致問題の啓発もですね、やっぱりこう一般人の全くのお坊さんに向けていかに関心を高めてもらうように、どういうアピールをしていけばいいかっていうことも含めて、またそういう視点に戻って考えるっていうのも大事かなと思ったりもするんですね。そうですね、キム・ジョンナムの暗殺、トランプ大統領、はい、迷彩、あ、そうですね、特定失踪者、拉致被害者の解決ならなかったですね、特定失踪者の家族会が今年は発足しましたね。北朝鮮がアメリカからテロ支援国家再認定というのも私にとっては本当に大きなことでした。はい、加藤健さんに会えたこと、なるほど、はい、めぐみねの誓い見に行かれたんですね、板橋の。あ、
ありがとうございます。川崎さん、ありがとうございます。いつもご参加、ご協力ありがとうございます。また来年も頑張って続けてまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ね、恵みへの誓い、あとはもう沖縄の、2月を残すだけになりました。はい、このツイキャスにもご出演してくださいました大山隆夫さん、那覇市議の、はい、大山隆夫さんも沖縄の宜野湾市民会館の恵みへの誓いの舞台はぜひ見に行かせていただきますということで、はい、行かれるようです。あ、産経が選ぶのはそちらですか。なるほど、産経だったら1位が陛下のご上位なんですね。あ、全然違いますね。そうなんですね。やっぱこれもね、新聞によって違うんでしょうね。はい、あら、相馬さん大丈夫ですか。はい、お体ご自愛ください。そうなんです、高谷さん、その通りで、先週その話をさせていただきました。なかなか残念なことに拉致問題の関心が若い方は特にですね、関心度が下がっているということで、まあ、それだけテレビでもやっておりませんし、またこの、私は、ツイキャス配信で毎週していますが、本当は、なんて言うんでしょう、拉致対策本部がですね、毎週そういう番組をやったらいいのになって本当は思ってるんです。ね、いろんなご家族の方にお話を聞くだとかですね、たくさん予算があるのに啓発が足りないなと本当に思ってます。国が例えば、広報という形でですね、はい、コマーシャルを1時間に1本でも流してくれたら、それを1ヶ月2ヶ月やってくれたら、若者の関心度とかですね、知名度っていうのは一気に若者テレビ見ないと言ってでもですね、コマーシャルが1時間に1本2本流れるだけでもかなり違うんじゃないかなと思ったりするんですが、そういうふうにはやってくれませんね。そういうことも希望も出していますが、なかなか、そうですね、政府広報やっていただきたいですよね。で、別に反政府の気持ちはないんですが、本当は拉致問題が最重要課題というふうに、総理はじめ、おっしゃるんでしたら、そうですね、しげしげさん、それはね、取り扱わないですよね。私も前から思います。24時間テレビがあるチャリティー番組かって、本当のチャリティー番組かっていうふうに苦言呈している方もいらっしゃいますね。はい、海外でのチャリティー番組だったら、ああいうギャランティーとかは出演者に発生しないということで、やっぱそこからね、やっぱ違うんじゃないかっていうふうに言われてますね。そうですね、 NHK も公共放送だったらね、本当は拉致問題とかね、そういうことをもうちょっとこう熱心にやっていただきたいんですがね、なかなかやってはくれません。今日大晦日ですが、あと1時間半で、今年1年が終わります。大晦日っていうのは年神様をね、迎える準備をする最後の日なんですけども、この辺ね、日本の風習なんで、皆さんもぜひ初詣もされてですね、はい、国家安永を願ってください。で、一緒によかったら拉致被害者のご帰国も祈願していただけたらありがたいです。ちょっとお写真変えますね。
とだけ、除夜の鐘にする前にまずこれを。皆さん食べましたか？もうあのね、ね、年越しそばってあれなんですね。こういろいろ大晦日のことを調べてたらですね、なんか金箔を貼る職人さんがその金箔を大切に集めるときにおそばを、そば粉を使ったので、はい、そういう由来から、年越しそばを残すと金運が下がるという、はい、そういう言われがあるそうなんです。よかったら皆さん金運アップのために、はい、年越しそば食べてください。ちゃんとね、こういう、ね、年の湯って言って大晦日の日にお風呂に入ったり年越しそば食べたり、こういうことって全部神事とか仏教とかに由来してるんですよね。うん、昔の一日の始まりっていうのは今のように深夜0時じゃなくて、日没から日没で日が沈んでその日が終わりで、夜が一日の始まりだったんですよ。だからね、もう今これ私たち大晦日で、今年残りわずかっていうふうに言ってますが、もう新年が始まってるっていうふうに昔の人は思ったんですね。だから北海道とか東北の方とかでもおせちを大晦日の方に、大晦日の夜にも食べられるそうで、うん、なんか旧暦とかその昔の名残だそうですね。なんか大晦日の夜におせち食べたらなんかもう新年前に食べてるみたいに思う方がいらっしゃるんですけど、もう日が暮れるとそのもう一日が終わってまた新しい一日が始まったというふうに考えられてたので、はい。あ、北海道では大晦日に食べるのが普通ですか。なるほど、そうですか。はい。あ、食べながら聞いてみた。あ、そうなんですね。そうですね、沖縄そばですよね。そば粉入ってませんね。そば、おそばっていうのはちょっと寒いところで育つから、沖縄ではそばは育たなかったんですかね。なんかね、うどんの香川県ではうどん食べるって言いますよね。長いものを食べてっていうことなんでしょうね、多分ね。うん、なんか長寿を願ってとか、こう細く長くってことで、うん、健康に長く細く長くっていうこと、そのお願いが始まってる、江戸時代からね始まってるそうです。あ、明日から力持ち解禁になります。早くうまい餅が食べたいです。力持ち関係、はい。あ、なんかいろんなこと書かれてますね、皆さん。そうですね、本当に日本でおせちにしてもお雑煮にしてもすごく地域差ありますよね。どこでしたっけ、徳島か香川かどちらかなんですが、すいません、四国の徳島か香川かどちらかだったんですけど、あんこ入りのお餅でお雑煮っていうのを聞きましたね。うん、そういうのもあるんだなと思って。丸餅とかね。あ、香川ですか。なるほど、そうなんですね。そうです、そうです。京都とかね、お雑煮白味噌ですよね。で、関西結構丸餅、角餅だと角が立つとかですね言ったりするんですが、うん、お醤油だったりお味噌だったり、本当にね、地域差いろいろありますよね。中に入れるお野菜も丸くね、角がないように丸くとかですね。皆さんやっぱお雑煮は元旦の、まあ、1月1日の朝、元旦ですか皆さん。
マカロニとか入ってるんですか？そうなんですね。へえ。あ、なるほど。年明けうどん。年明けうどん。なるほど。本当にいろいろありますね。へえ、ブリとほうれん草、白味噌雑煮で食べます。そうですか。いや、皆さんいろいろですね。ぜひ来年も皆さんにとって本当に素晴らしい良い年であることを願っております。もうね、大晦日ですので早めに終わりましょうね。まず最初に来週1月5日の国、5日じゃないですね、すいません、7日ですね。はい、告知をさせていただきます。来週、ちょっとね、本当に恐縮するんですが、特定失踪者問題調査会、拉致問題スペシャリスト、ずっと関わってこられてます、ブルーリボン、予備役ブルーリボンの会の代表もされてます、荒木和弘先生が出てくださいます。荒木和弘先生に生放送で、カウントダウンやらないですよ、皆さん、それは、ご家族でされてください。はい。そんな時間までね、お付き合いさせたら申し訳ないので。はい。この後、除夜の鐘つきに行かれる方いらっしゃいますか？初詣行かれるんですかね、皆さん。除夜の鐘行かれる方もいらっしゃいますか？あ、一人暮らしの方、はい、私と一緒にツイッターでカウントダウンしましょうか。 はい、そうなんです、高谷さん、ありがとうございます。荒木先生が本当にありがたいことにご協力していただきまして、ご出演していただけることになりました。はい、私も荒木先生、今年2回くらいお会いできました。そうですね、2回お会いできましたね。はい、前からね、ツイキャスのゲストにぜひよかったらということはお願いさせていただいてたんですけど、本当にお忙しい方で、毎週のようにあちこちご出張とか講演会とかされてまして、でこの間、年末12月の頭ぐらいですねに、荒木先生よかったらですねと、新年度1回目のツイキャスいかがでしょうかと、もしよろしかったらご出演をっていうふうにお願いいたしましたら、いいですよということで、はい、ご快諾いただきまして、本当にありがたいことにご出演していただけます。ぜひ荒木先生の生のお話を、北朝鮮による拉致はもうこんなに簡単にできるんだとかですね。はい、そうですね、試験放送もしますね。はい、多分します。調査会の、村尾専務理事さんに、荒木先生に、ツイキャスってこんな感じですっていうことを、ちょっとよかったら お話しておいてくださいというふうにお願いはしてるんですが、そうですね、ツイキャス本番までに試験放送をさせていただきます。もしよかったら皆さん、またお時間が合いましたらご参加ください。ちょっとドキドキしますね、緊張すると思います。そんな教えとけとか そんな恐ろしいことは村尾さんにとても言えません。はい。でも村尾さん、本当に、すごく温かくて優しい方なので、OK っていう感じで、はい、優しく、いいですよって感じで、お返事してくださいました。皆さん、この後、除夜の鐘行かれるでしょうか。そこでですね、しっかり、煩悩百八つって言いますね。人間なかなか穏やかな気持ちで、本当に日々なるべく怒らないで、
欲も持たないでですね、文句も言わないで暮らしたいんですが、もうなかなかそれが難しいことですけども。でもね、私たちはもう拉致被害者の方に比べたらこんなね、平和で治安のいい、いろいろ恵まれた日本にいますから、少しでも社会の役に、何か立てるようなことをですね、皆さんそれぞれがこう、なんていうんですかね、考えていただいて、こういう拉致問題の啓発もそうだと思います。ご自身のね、欲をちょっと抑えて、人様のためにということで、よかったら拉致問題に関心を高めてください。よろしくお願いします。私ね、確かね、白組だったと思います。なんか、ツイキャスの紅白合戦、なんかね、そのね、煩悩のこととかね、私もこういろいろ調べ出すと、いろいろ調べてしまうんですけど、なんかね、まあ108つの煩悩のうちのですね、まあ、この仏教の十悪の中の三毒というのがですね、妬まない、怒らない、愚痴らないと。特に真ん中の怒らないですね。まあ、怒ってしまうという感情は負のエネルギーですから、まあ、もちろんそこからですね、まあ、北朝鮮許すもんかというこの怒りのエネルギーも大事なんですけど、怒りの心っていうのはですね、やっぱり喜びの方には向かわないので、いろんなものを蝕んでしまいますので、この怒りに取り込まれてしまわないように、日常皆さんが過ごされることは、ではなるべく怒らない、妬まない、愚痴らないと、こう穏やかな気持ちで来年ぜひ皆さん穏やかな気持ちで過ごしてください。その方が幸せが、皆さんのもとに来ると思います。で、今日の最後に、実は、この運営の月本さんがこの間お会いになったそうなんですけど、皆さん、英霊ライゼさんって知ってますか？藤井元気先生と三浦小太郎先生と、西村晃侑先生の、トークイベントショーに、月本さんが行かれた時にですね、この英霊ライゼさんっていう、そうです、そうです、靖国のね、歌を歌ってくださってたりとかするんですけど、知ってますか？この方にお会いされまして、よかったらツイキャスご出演してくださいっていう出演交渉もしております。そうでしょう、靖国でね、歌ってらっしゃったりしますね。そうですね、そうです。浩先生、前から仲良しなんです。で、この方にね、私本当にツイキャスに出ていただきたいなと思ってるので、この方、英霊ライゼさんが歌ってる約束を最後、流したいと思います。来年まだ、靖国参拝されてない方、ぜひ来年の目標、靖国参拝、いかがでしょうか。靖国神社にです、参拝していただきたいなと思います。あやきちゃんツイキャスね、2回ぐらい出ていただきましたね。動画の時も出ていただきましたし、前も生でこちらで歌っていただきましたね。またお願いしてみたいと思います。それでは最後、もう今日ツイキャス約束をかけて終わります。ライゼさんで約束です。
ちょっと待ってくださいよ。あれ、開かないです。はい。あ、なんか今、コラボ申請が。
ありがとうございました。あ、ちょっと月さんが。どうされました？もしもし？もしもしとか言ったらダメですね。月さん、コラボ上がってますよ。皆さんどうもありがとうございました。それだけです。ありがとうございまええ、した。私を。はい、皆さん、良いお年をお迎えください。はい、ありがとうございました。あ、ごめんなさい、切れちゃったんですかね。はい、皆さん、お疲れ様でした。来年、1回目のゲストは、荒木和弘先生が出てくださいます。皆さん、お正月、楽しくお過ごしください。神社に参拝された時には、よかったら拉致被害者のご帰国も一緒にご記念ください。また来年もよろしくお願いいたします。今年は大変お世話になりました。本当にありがとうございました。来年必ず解決目指しましょう。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。